皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、比べるべきは昨日の自分ということについてお話をしていきたいと思います。ご相談を受ける中にですね、私はこれができない、あの方はこんな風にできている、私はこんな風に何もできないんですけれども、どうしたらいいでしょうみたいなお話とか伺う時があるんですけれども、人と比べ始めるとですね、どんなに自分が成長していたとしても、それよりもさらに例えば年季があってうまくいってる人とか、何事も器用にこなすからうまくいってるタイプの人とかが目についたりすることがあると思います。で、結局そこと比べるとですね、できてないという自分の方にフォーカスしてしまって、結局本分である自分がいいところを持っていることとか、実はその人よりもいいところを持っていることがあるのすら自分で見えなくなってしまうという現象に陥る時があります。で、私自身ももちろんそうなんですけども、すごい方と比べるとですね、自分っていつまでたってもできてない感じなんですよね。当たり前ですけど、だって世界中にはものすごい方、実業家の方も含めて自分では到底成し得ないことをいとも簡単に、ないしはものすごく努力をしたとしても、自分とは比べ物にならないほどすごい業績と成果を残している人なんて山ほどいるわけで、そんな人と比べると自分ってちっぽけな存在だなっていうふうに思ってしまうことだってあります。ただ、私は一点、そのものすごい人は目標にもするし憧れにもするんだけれども、比べることは基本しないんですね。比べるのはあくまでも昨日の自分から今日の自分がどれぐらい成長したかっていうことがどちらかっていうと重要で、よくクライアントさんにね言うんですけれども、1ミリでも前に進んでいれば前進しているからっていうことをお伝えしています。はい、1年だったらたとえ1ミリでも前に進んでいれば365ミリ進むわけであって、3メーター進みます、何もしてないよりは。これが1ミリっていう、ね、表現しましたけど、じゃあ1センチなら1メートルならって言ったら、かなり遠くまで行けるっていうことが分かると思うんですよね。だから一番良くないのは停滞して全く動かないこと、ないしは落ち込んで後退することの方がむしろ良くないので、誰かと比べて自分ができてないということを嘆くよりも、昨日から自分は成長しているんだろうか1ミリでもっていうことを考えれば、その一つのこと、何か今日はこれをテーマにしよう、今日はこれをテーマにしようということで頑張ってる人は絶対に1年後10年後とかすごい成長を遂げてるはずなので、比べる相手は間違いないということですね。あくまでも自分との戦いなんですよ。特にルーティーンとかやってるとサボる自分とどう戦うか一番難しいのは自分との約束が一番難しいです。人との約束は、ね、その人に怒られたりとかですね、企業とお約束するとペナルティがあったりとか罰則があったりとか取引が停止になったりとかっていう、いかにも目に分かるようなことがね、事象として起きてしまうんですけれども、自分の約束は自分でしか知らないから、守っても守らなくても自分しか知らないんですね。そういう場合はだから逆に守るのは難しいので、昨日の自分から1ミリでもいいから成長するっていうふうに心がけると、それだけでも随分気持ちも楽になるし、チャレンジしていきやすいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは。